三重工業大学の後期の発表です。工学部のデザインとなんかチリっぽいやつ、チリっぽいやつ、人科の補欠の発表日でございます。見ちゃっていいですか。もうしょうがないよね、見るしかないよね。もうじゃあ見ます。はい、うわ緊張する。始まりました、うちチャンネルです。さあいよいよ合格発表でございますね。はい、小山の補欠、そしてユーロの国立後期の合格発表になります。はい、私今ねロンドンにいますので、はい、ここからまあリモートでやるしかないですね。さすがにね合格発表もこれ手続きとかもね早くしなきゃいけませんので、僕の帰国まで待ってもらうわけにはいかないので、はい、早速見ていきたいと思います。というかまあまあここは、はい、まだ6時台なんですけど、朝のね日本は4時ぐらい3時ぐらいかなので、合格発表がこれぐらいの時間に出るって言ってたんで、まあ、和子がカメラマンやってくれるんですけど、どうなるのか、はい、見ていきたいと思います。ということでやります。はい、北見工業大学の後期の発表です。はい、すごい自分で振ったちゃんと。はい、ということでもう20分以上経ってますけどね、はい、予定撮影よりやっぱり道に迷ってましたけど、そして横山やってこない、まだあもう今見てるわけですね。その北見工業受けた科目が、受けた学部、どっちも併願してるんで、はい、工学部なんですけど、どっちも受けたことになってます。どっちもってどういうこと、何と何。工学部のデザインと、はい、なんかチリっぽいやつ、チリっぽいやつ自分、はい、なんか名前が難しくて分かんないんですけど、はい、どっちも受けました。なるほど、2つ受けてどうなったかってことですね。はい、はい、後期のさあ、じゃあログインします。あ、来た。それで受けた教科が何でしたっけ。受けた教科が、二次試験は科学と数学を受験しました。はい、科学と数学で理系科目のみで、さあ、はい、ではじゃあ入ります。はい、さあ、あ、もう一回受験番号、受験番号を入れてですね、でこっから、はいはいはい、不合格です。うわぁ、落ちましたなんと2つともってことですね。はい、全死にです。全死に、うわぁ、公立全死にです。まあまあ1個はね受けてないからね、もう行かなかったですからね。あ、そうですね。はい、ということで、じゃあ皆さん今まで応援してくださりありがとうございました。すごいすごいすごい進めるピエン。ピエン。ということで、あ、まあ、ピエンはまだ使うの？ピエン古いって言われたんだけど、この間授業で。なるほど。じゃあ、東京電機大学ですね、したら。はい、東京電機大学に進学します。はい、ということで、それが決まりました。電機大は、何学部なんですか？第二学部の工学部の電気電子工学科に進みます、はい。はい、ということになりましたので、多くの人が注目してたから、入学の時に言われるんだろうね。はい、あ、怖い怖いユーロっていうことで、はい、なるんだと思います。はい、で和子はそのまま、そのままじゃねえ、和子はスポカですね、進学校は。それで、はい、それで大丈夫ですか。別に声出してもはい、はい、大丈夫ですね。ということになります。腕が、あ、腕が痛い。そっか、なんか固定できるものが、固定できる場所があれば一番いいんだけどね。だからこれで次が横山が来て、それで最後でございます。はい、これ延長料金が30分前までね、なんかやんないと追加で3万円罰金取られるって書いてあるんですけど、あ、まあやっとくわ、それ。はい、いろいろと感想的な、ああ、やっぱり5教科7項目はすごい科目数多くて大変で、途中で私立文系行ったり私立理系とかやりたいことが明確になってるなら科目数を絞って勉強した方が私に合ってたんじゃないかなとかすごい思ったりもしました。受験を終えてたんですけど、うん、なるほど。まあでも共通テスト頑張ってないとやっぱ電気代にすら受かってなかったと思うんで、うん、まあそれはそうですね。まあもうこうなったのから電気代頑張ります。はい、ということで、まあね、いろいろと留年結構あるから大変だよとかって言われたりもしましたけど、はい、大丈夫ですね。もう仮面浪人はしないで大丈夫ですか。え、するかもしれません。するかもしれないんかいはい、ということでございました。わかりました。じゃあ、はい、頑張ってもらってって感じです。はい、家族の方がきっちり、あ、はい、よかった。それが、今から24分かかる横山の現在地から。
はい、4日目遅刻してきて、もうユーロはいないというですね、くら寿司にユーロは行ってしまいました。さっきくら寿司。そう、さっきくら寿司に行ったんですが、さあ、ということで、スポカの補欠。スポカじゃないよ。スポカじゃねえや、間違えた。ジンカの補欠の発表日でございます。ユーロと同じ発表日だったんですよね。この国立の工期と同じ日っていうのはね、果たしてどうなるのか。ユーロどうだったんですか？ユーロはダメでした。なんで、東京電気代。さあ、受かろう。はい、受かろうだよね、それも出んのは。これ画面録画した方がいいですか？いや、画面は写真だけで大丈夫。あ、スクショでいいですか？あ、ユーロのもさっきのも言っといてね、家族はあのスクショ送ってって、はい、あ、さあ見ちゃっていいですか？もうしょうがないよね、見るしかないよね、もう。いや、もうだって話すことないでしょ、別にどうだったとかもうすでに全部やったから、それは落ちたらもう一郎。もう一郎なの？え、決めたのそれ？なんか、親には働けって言われたけど。そうなん。いや、でも、ねえって感じでしたね。それよりはやっぱり、受けたいね。そうですね。惜しいもんね。まあそうだよね。あと一歩だったからね。いや、それ、はい、では。そう。だって、全然受かってるかもしれない。そう、だって受かったら、あなたたち同じキャンパスなわけですから。スポカとジンカで同じですから。じゃあ見ます。はい。うわ、緊張する。いや、めっちゃ1時間以上経ったけど、それでも緊張するもんだな。ユーロは、受かってたからあんま緊張しなかったけど、一つ。あなたは、抑えがないから。あー、不合格だ。うわうわー、そうやって出るんだ。はい。うわーうわー、それじゃあ繰り上がったらそこに合格って出るのか。うわーうわー、いい。はい。うわー、どう、うわー、そうか。でもそれもう一年。でもさ、惜しかったわけじゃん。でさ、うん、興味なくて福祉ってしんどくない？そんなことないの？全然くれ、あ、すごいね。全部興味ない。全部興味ない。早稲田ならってことだったのね。なるほどね。いやー、そうか。じゃあまあ、どうするかなー。そしたら。やばいな。もう一年ってことは、もう一年プロジェクトに。きつ。きつ。いや、それで。でもさ、こんな美味しかったら、みんな応援するくない？まあ、いけるよ、次はってなるかもね。めちゃくちゃ応援する。でも、それまた、でもさ、卓郎するのかとかさ。そうなんですよ。そこなんですよね、問題。今度は予備校に行くのかとかね。どうしようか。辛かったわけじゃん、結局、卓郎めちゃ。うん。え、なんだっけ、自習室的なとこ行ってたんだっけ、最初の。まあ行ってたっす。だよね。最初は。で、最初の9月ぐらいまで。で、その後で、なんか地元の塾の英語のやつだけって言ってたよね。そうかー。いやー、これは惜しかったなー。いやー、でも、だまあ、英語がなー。今年森哲ちゃんが英語教えてください。森哲、どうやって教えるんですか？オンライン。オンライン？それか、もう、ちゃんとね、がっつり。和製語？早稲田に入れるか、武田塾に入れるか、バッツリ。いや、ボンじゃなくて、ボンじゃなくて。お願い。ちょっと一回じゃあその平さんと話してみます、それは。お願いします。で、無理って言ったら、いや、武田塾の高田の馬場校に入れる？考えられる。遠いっすね。遠いっすねって言った、今も。いや、でも、遠いの嫌だよね。遠いね。でも、早稲田じゃん。そっか。早稲田に一番近い。ところっていうのはね、あるけど、だそれをまず一旦聞いて、だからほら、だって坂上だってさ、国立まで行ってたからね。坂上そうそう、と言えないけど、横山とあんま変わんない。あ、そうなんだ。そうなんだ。そんなとこから国立ってめちゃめちゃ遠いわけで。坂上乗り換えあるし、だるいっす。だるいね。だるいねとか、もう享受する側が文句言うんかね。という感じでございますんで、じゃあ、はい、視聴者へ何か、はい、視聴者側へ、和子のあの携帯を見ながらコメントを。もう1年頑張ります。頑張って。タクロはやっぱり進めない？いや、きついっすよ、タクロ。うん、やめた方が自制心がないっす。そう絶対そう。やめた方がいい、やめた方がいいよって仮面浪人したやつが言うんじゃない？現役受かってるから。うん、ある程度あるし。カズコがね。まあでもかなりチート受験だったけどね。現役チート受験。まあ後で聞いてください。どういうチート受験だったか。あんまりこれに載せるチート受験よろしくないんで。いやー、そういうことでございました。これで、まあ本当におしまいでございますんで。来年横山がまた出てくるのかなと。みんな期待してるかもしれませんが。ちょっと待って。ということでございました。じゃあ、30日はね、その、
一応生配信がありますんで皆さん見ていただけたら。え、みんなで？みんなで。でも祝賀会って言って横山もいるのもそれもなんか悲しいのもあるけどね。祝賀会ってタイトルじゃなくてもいいけど、まあ考えましょう。考えます。あとはだから新メンバーですね。新メンバーの方は、ツイッターは今ね連絡できなくなってますから、だからインスタでやるしかないと思いますので、インスタでやってきてください。それでまあ4月頭のところでまたオーディション的な感じになると思いますので、まあそこに横山がまた現れるのか、中山蓮斗が来た時みたいにもう遅刻してこないでください。もう遅刻癖がということでございましたんで、ではではこれで終わりでございますね。視聴者の皆さんもありがとうございました。ではでは、はい、ありがとうございました。ではでは3月30日に、はい、お疲れ様でした。 Thank you for watching。 はい、はい。